エサレン教会、1972年エサレン教会は、アメリカの非営利的リトリート施設であり、オルタナティブな人間性教育に取り組んでいる、カリフォルニア州ビッグサーのインテンショナルコミュニティである。ビッグサー温泉ンンとも呼ばれていた。エサレンという名称は、アメリカ先住民の一部族名にちなんだもので、その部族の聖地とされる場所は東京会の敷地に所在している。人口は、 白人が大部分を占め、高い教育を受けた人が多い。運の広しは、ある特定の時期に不思議な人々が集まってきた特別な場所として、アスコナのモンテベリタになぞらえている。この教会は、1960年代に始まった、ヒューマンポテンシャル運動における最大規模の成長センターであり、最も重要な役割を果たした。 エサレンの集団間受性訓練グループの革新的な利用、新進層関性への傾注や現在も継続中の彼らの個人的意識における実験は後に主流となる多くのアイデアを提起した。エサレンはスタンフォード大学の卒業生マイケル・マーフィーとリチャード・ディック・プライスによって1962年に設立された。彼らの意図はオルダス・ハクスリーが 人間の可能性と表現した人間意識のオルタナティブな手法を確認することであった。それからの数年間でエサレンは東洋の宗教、哲学から代替医療や心身介入療法、ゲシタルト療法に至るまでのニューエイジ運動を構成する諸実践と諸心年の施設となった。エンカウンターグループ、ゲシタルト療法、ボディワークの3つは エサレンで開発された要素の中心であり、1960年代という時代と深く結びついている。これらは20世紀初頭ヨーロッパから大戦を逃れてアメリカに来た人々によって持ち込まれた文化、研究を源とする。エンカウンターという言葉は現在のプログラムのタイトルには見られず、ボディワークが中心になっている。2016年までエサレンは自己啓発。 瞑想、マッサージ、ゲシュタルト療法、ヨーガ、心理学、エコロジー、スピリチュアリティ、有機食品といった諸分野において年間500以上のワークショップを提供した。2016年にはおよそ1万5000人がそれらのワークショップに参加した。エサレンはスタンフォード大学の卒業生、マイケル・マーフィーとディック・プライスによって1962年に設立された。 二人は、豊かな家の出で、マスコミが、ビート世代と呼ぶサブカルチャーに親しんでいた。二人とも、心理学科の卒業生で、出会った時には世間をドロップアウトし、瞑想をしながら、東洋の宗教を学んでいた。オロビンド・ゴーシー・マーフィーは、大学で医学部に在籍していたが、大学2年時に、偶然、アジア研究者、フレデリック・スピーゲルバーグのバラモン教の参加に関する、講義を受け、 その壮大さに強い感銘を受け、物の見方が一変した。さらに哲学とオーロビンドの思想に関する小さく閉鎖的な討論グループに参加し、ある日医学への興味を失ったことに気づき、精神探求の道を進むことを決意した。瞑想を行い、内面の沈黙と精神の集中という瞑想時の精神状態がゴルフをしている時と同じであることに気づいた。 卒業後徴兵され、軍務の傍らアメリカの先見論者、ドイツ関連論、キリスト教神秘主義、仏教、ヒンドゥー教、ルドルフ・シュタイナーの神知学の本を読み、オロビンド法主の思想の展開、テイヤールド・シャルダンの科学を取り入れた、キリスト教神学思想の理解に努めた。オロビンドは、マーフィーの人生哲学に最も影響を与えた人物である。 軍務の後、スタンフォード大学大学院に入ったが、徐々に日常生活に圧迫感を覚えるようになり、神経衰弱に近い状態になり、1956年に大学院を辞め、ヨーロッパを旅し、スコットランドでゴルフを楽しみ、インドに渡りオロビンドのアシュラムに入った。16ヶ月後に将来への展望もないまま、インドを去り、アメリカに戻った。後に、 最初の小説となるゴルフをするぐるについての幻想的な物語、王国のゴルフの概略を作り、2年間読書と執筆と瞑想と旅行に明け暮れた。プライスは大学生の頃精神分析家を目指していた。指導教官はグレゴリー・ベートソンだった。大学の心理学科の講義は厳密で科学的、権威主義的であると感じて満足できず、講義を批判して成績も低迷し、 徐々に精神が不安定になり、生活を立て直そうと軍隊に入った。夜間勤務のスケジュールになった時に、スタンフォード大学に長考に行き、スピーゲルバーグの講義を受け、初めて宗教に興味を持ち、講義で紹介されたベーダーンダ教会で講座を持つ、洋画行者に会って、感銘を受けた。スピーゲルバーグが設立したアジア研究所の講義を受け、 そこには研究所のスターだった哲学者、神学者、講演者で善と西洋心理学の統合を試みたアラン・ワッツがいた。ブライスは結婚した坊な生活を送ったが、ある時自分の中のエネルギーが爆発するような体験をし、過去の経験が絶え間なく生々しく蘇り、そのビジョンの合間に僧侶のように何時間も瞑想して休息した。生活を立て直そうと助退したが、 精神を病んだと判断され父によって病院に収容され統合失調症と診断されインスリンショック療法と電気ショック療法を受けた。体と心に強いショックを与えるこれらの治療は彼には治療というより世間をはみ出したこと、精神を病んだことへの罰に思われた。病院への強制収容は1年に及び、その間に離婚を受け入れ、退院後は 親族の会社の販売代理業を3年間淡々と続けた。1960年にカリフォルニアに向かった。こうしてマーフィーとプライスはサンフランシスコにあるオロビンドの弟子が作った小さなまかない付きの瞑想センターであった。オルダス・ハクスリー二人は餌連設立前は無名だったが、マーフィーの祖母が所有するビッグサー海岸の小さな温泉を経営し、そこで 宗教、哲学、心理学を探求し、人生の意味や可能性を探求する、ある種のフォーラムにするという、志のある、ベンチャービジネスのプランを考えるようになった。当時オールダス・ファクスリーは、ゲシタルト療法や、アレクサンダー・テクニークなどの身体開発法に、注目し、組織だってこうした方法を活用し、人間の可能性を開く方法を研究するべきと、考えていた。 マーフィーとブライスは自分たちと似たビジョンを持つハクスリーに手紙で意見を求め、メキシコにある健康食、洋画教室、自己改造のための講義をするという成長センターの先駆的リゾート施設を訪問し、そこでハクスリーの親友ジェラルド・ハードに会うよう勧められた。マーフィーとブライスはハードに会い、今が人類の転換点であり、心理革命が必要であると確信を持って語る彼の、 熱意に圧倒され、自分たちのプロジェクトへの迷いがなくなった。このプロジェクトのために、マーフィーは祖母が持っていたビッグザーの温泉の湧く土地を提供し、プライスは父の助けで資本を用意した。彼らの指導原理は統合、つまり東洋と西洋の合流、古代と現代、科学と宗教、学問と芸術の統合であった。1962年1月に、 アラン・ワッツが講演を行い、夏には巧妙な心理学者のエイブラハム・マズローが訪れてエサレンに興味を持って初期の最も熱烈な支持者になり、彼の言葉はエサレンの教育機関としての価値の証明書になった。政治学者、ジャーナリストの W.T. アンダーソンはこれまで一つに統合されなかった断片を統合して大衆にそれを紹介した。それによって エスリンは一つのサブカルチャーを創造したのであり、接中的であることが最も明確な方針であり、貢献だったと評している。心理学者、ウィリアム・シュルツ、1987年エサレンにて、ヒューマン・ポテンシャル運動では、心理療法のアプローチに、東洋哲学が接合され、成長を助けるものとして、瞑想を利用したが、特にエサレンはこれを、グループで実験することに取り組んだ。 1960年代にはフレデリック・パールズがエサレンに直接的で真実の経験を目指すグループゲシタルト療法を導入した。初期のセミナーリーダーにはグレゴリー・ベートソンがおり、後にパールズらと共にエサレンの長老のような存在になったエサレンには当時の著名な心理学者や哲学者の大部分が訪れた。心理療法や心身技法の開発実験室のような ものになり、T グループやゲシタルト療法なども利用して、人間の潜在能力の覚醒を目指す、心理療法や、身体開発のテクニックが恐ろしい勢いで、開発され、様々なワークショップが開催された。1960年代後半には、エサレンブックスというシリーズの出版が始まった。1966から67年には、大きな雑誌で、 好意的な特集が組まれ、カリフォルニアには変革を予感させる空気が漂っていた。ヒッピーとの間にも目に見えて関わりができていた。エサレンは世間に知られるようになってきていたが、その影響はカリフォルニアが中心で全国的な支持は得られていなかった。エンカウンターグループの本拠地というイメージもまだ定着していなかった。エサレンをモデルにした 成長センターがこの頃生まれ、マーフィーはサンフランシスコにエサレンの支部を開いて様々なプログラムを開催し、ウィリアム・シュルツは大学の教職を辞めてエサレンに移り、ここを自分流のエンカウンターの場にしようと計画し、ジョージ・レンナードはエンカウンターを人種問題撲滅に活用する試みを開始した。この時期エサレンの活動は爆発的に拡大することとなる。 セラピー的成長の熱狂の中、1968年に最初の宿泊プログラムにいたスタッフの女性が MDA というスピードと似た薬物の中毒で死亡した。エーサレンが直接の原因ではないが無関係とも言えない事故死は新しくて危険もある領域を開拓する過程で死者が出るとは思っても見なかった人々にショックを与えた。さらにワークショップの参加者、スタッフで フレデリック・パールズの元患者で元愛人の女性がライフルで自殺した。二つの死とエンカウンターの危険性や手術とパールズの確執などもあり、エサレンの大きな試みであった長期の宿泊プログラムは1968年に4ヶ月に縮小された。1969年にはパールズの5日間プログラムを受けていた女性が浴槽で自殺している。 当初激しい非難を受けたのはパールズだったが、時間が経つにつれ、パールズのゲシタルト療法より、エンカウンターグループに対して、危険ではないか、また自殺者が出るのではと批判がされるようになった。1969年から70年に、1960年代の精神革命の試みに大きく貢献した3人の人物、ジェームズ・パイク、フレデリック・パールズ、 エイブラハム・マズローがこの世を去った。エサレンの指導者たちは有名になり、洪水のように多くの著作が出版された。エサレンに認められれば、どんな学問も実践も一気に全国的な名声を得ることができたので、内部には権力闘争も生まれ、木想的で、求道的だった初期から、体験的方法を提供するビジネスの面も大きくなっていった。しかし、 ワークショップのリーダーたちに競合他社で働くことを禁止したり、勝手にプログラムを作るのを禁止するといったビジネスライクな行動はせず、エサレンが特別で他より優れていると主張することも、民間資格を発行することも、フランチャイズ事業をすることも、チェーン展開することもなく、宿泊プログラムの修了者が認定されたグループリーダーとして宣伝することも禁じていた。経営は上手なものではなく、 あくまで非営利団体に泊まっていた。スタッフの給料は安く、収益の多くをビッグサーでの建設に使った。1977年にはサンフランシスコの支部を閉じたが、サンフランシスコの文化と人々のものの見方にエサレンの影響は大きく残っていた。1970年代半ばにはリチャード・プライスはリーダーとして評価され信頼されていたが、 彼はまだ精神病院時代の記憶に苦しんでおり、ヨーガやセラピー、マッサージ、サイケデリック薬物、過酷なハイキング、可能な限り激しいロルフィングを受けるなどして何とか、しのいでいたが、新しい何かを求めていた。当時プネイにあったバグワーンシュリー、ラジニーシュのアーシュラムもヒューマンポテンシャル運動のセラピストの実験場と化しており、数年間はエサレンとの交流も盛んであった。 プライスもラジニーシュを知って、感銘を受け、彼のアーシュラムを訪問したが、1ヶ月の滞在の間に幻滅し、そこを去った。プライスは、メールオーダーで、ラジニーシュのサニアーシンとなっており、1972年に、ラジニーシュのアーシュラムを訪れて、セラピーを受けたが、その時別のセラピーで腕を折られた人がいたという。そこでプライスは、ラジニーシュアーシュラムでの、 感情を誤った方向に発散させる過激なセラピーの実態を知り、帰国後ラジニーシュに抗議の手紙を送った。結果的にイエサレンはラジニーシュとの関係を断つことになった。その後、プライスはジェニー・オコラーというイギリス人霊媒彼女は自分を展開第一位の後世シリウスを基地にする人間ではない9つの存在の霊媒であると主張していたため、 ナインとも呼ばれたマイナスに変更するようになり、彼女の自動初期をセラピーに活用する実験を続けた。管理者レベルの主要スタッフには、オコナーの活用を懸念する人もいたが、プライスは、その二人を首にし、エサレンには、大きな衝撃が広がった。オコナーは、エサレンのスタッフになり、エサレンの一部の人々は、スピリチュアルなものに過度にオープンになっていた。また、 マーフィーは超能力とスポーツを研究して、エサレンの方向性に変化を与え、1971年にソ連を訪問して、転生や超能力の研究など、ヒューマンポテンシャル運動とよく似た潮流が起きていることに気づき、これを育ててアメリカの潮流と結びつけようと考え、1979年から本格的にソ連と協力し交流した。マーフィーは、 スポーツマンであると同時にゴルフをする洋画業者であった。1970年代にはジョギングブームがあって健康志向が強まり体の癒しと精神世界が結びつけられてエスリンにスポーツセンターが開設された。アメリカではオイゲン・ヘリゲルの弓と禅がよく読まれるようになりティモシー・ガルウェイはテニスのインナーゲーム、ゴルフのインナーゲームなどを書いたが このようなスポーツにおけるスピリチュアリティへの関心は、マーフィーによって開発されたものである。マーフィーとジェームズ・ヒックバンという若者が、心霊治療からマラソンの記録まで、人間の心身の頂上現象をテーマとする論文のアーカイブを作るエサレン協会、変容プロジェクトをはじめ、12000点の論文が集められた。エサレンの瞑想室1980年代には、エサレンは、 新しい発見の場ではなくなっていった。ヒッピー運動の最後の拠点のような雰囲気があり、新しさより、むしろ教習を伴って語られる存在になっていた。しかし事業としては経営の危機を乗り越えて安定した、収益を上げるようになり、自然エネルギーを活用し、有機農業を行うリゾート、セミナー、生意用の場であり、様々な国の人々が集う国際的な場になった。 プライスは1985年にハイキング中の落石事故で亡くなるまで協会を運営した。2012年、理事会は資金調達の支援と協会の再産性の維持のために複数の専門的な幹部職員を雇用した。2017年2月、温泉の片方の側に接するハイウェイ1号線が土砂崩れで封鎖されると協会は陸の孤島となった。 教会は扉を閉ざし、来客をヘリコプターで退避させ、少なくとも限定的なワークショップの提供を再開する7月までは、スタッフの90%の一時解雇を強いられた。また、教会は若い世代に関連性のあるテーマを含むように、提供するワークショップを改定することに決めた。2017年7月現在、道路の封鎖に起因する交通制限のため、温泉は、 エサレンの来客だけが利用できる。最初は講演や討論の場であったが、頭で考えることより、エンカウンターグループやゲシタルト療法、マッサージやボディワークなどで感情や感覚を開発し、体を目覚めさせることが重視されるようになった。美術や音楽、詩など芸術に関する活動も多かった。エサレンの体験の基礎には、体のアウェアネス、ヨーガと瞑想、 ファンタジーと視覚化、マッサージ、感覚の目覚めの演習があった。また、これらとスポーツの統合も試みられた。マーフィーのスポーツ感は、独創的なもので、心と体の超越的なダンスであり、意識変容をもたらしうるものと考えていた。参加者たちは、裸という、欧米人にとって、恥ずかしい姿で温泉に入るチャレンジを乗り越え、海岸の自然を楽しみ、美味しい食事を食べ、 マッサージを受け、ワークショップに参加した。ビックサーの自然の美しさは、エサレンの強みであり、多くの参加者の心を捉えた。1960年代半ばの政治的、文化的、技術的な変革の時代の始まりを背景に、エサレンは、社会の変革を目指す、活動家の組織にもなっていった。白人と黒人、人種間の理解を目指す、人種間エカウンターグループが、 定期的に行われた。しばらくの間成功を収め、エサレンは人種間の葛藤解決のためのセンターという役割を担った。1960年代末には非常にうまくいっていたが、1968年に白人スタッフと黒人のグループ助手二人の些細なトラブルから炎上し、この試みは終わってしまった。エンカウンター再生期に行われたグループ経験は、 何も抑制すべきでないと考えられており、極限まで自分をオープンにするよう促され、過熱で容赦なく、疲れ果ててしまうほど激しいものだった。その経験は、多くの場合は怒りに満ちており、怒りを体のぶつかり合いで表現することも、ある程度は許されていた。誰かを殺したり怪我をさせることは禁じられていたが、人を傷つけたり、時に暴力が振るわれることもあった。また、 エーサレンの効果は一時的だったので改善を試みて1965年には宿泊プログラムが行われるようになった。1970年代の後期から80年代初期に外部からの批判に応える形で社会的、政治的問題についてのプログラムも企画されたが、ほとんどが参加者が足りずにキャンセルされた。1980年代には、 ワークショップの内容は標準化し、主力商品の週末、または5日間のワークショップでは、以前と変わらず、ゲシタルト療法、気づきのワークショップ、グループ経験、体の多か、東洋の宗教と、それに比べて少ないが、西洋の宗教も行われている。一方、心理損傷の危険のある激しいグループ経験をやめる、努力がなされ、エンカウンターグループという言葉は聞かれなくなった。 また、長く滞在して、生活を立て直したいという人々のために、最初エサレンに支払いをし、ここで働き、徐々に、小学の給料が払われるようになり、スタッフとして働くという1から3ヶ月の、労働、学習プログラムが行われるようになった。週末だけのワークショップの参加者もボランティアで、働くことがあり、これは、カルマヨーガと呼ばれている。 ヒューマンポテンシャル運動にはスピリチュアリティと富を同時に求める傾向があり、エサレンでも他の心理療法とスピリチュアルセンター、代替センター同様に成功意識や金銭的成功に近づきスピリチュアリティを深める方法についてイベントやワークショップが定期的に開催されている。参加者は素晴らしい経験をする人もあれば最悪の経験をする人もいた。一部の人は 幸運なことに、エサレンでの危険性のあるチャレンジに成功し、エンカウンターグループでの経験をその後の生活に活かすことができた。ここでの経験を投資精神が不安定になったり、狂気に陥る人もいたが、エサレンのリーダーの一人である心理学者、ウィリアム・シュルツは、自分で責任を取るなら何をしても良いと考え、どんな結果でも、自分で挑戦したのだから自己責任であると答えていた。 マーフィーの友人ワーナー・エアハードは、ヒューマン・ポテンシャル運動の成果を取り入れ、アメリカの伝統的な成功哲学や、ニューソート的なポジティブシンキング、セルフ・ヘルプ、セールスマン精神を取り入れて作った、自己啓発セミナーのエアハード式セミナー・トレーニングは、自己責任を強調し、すべての人間は、自分の人生を、全く自分で作るものであり、 どんなことが起こっても自分に責任があるという100%現実を事故に帰するポジティブシンキングを高齢に掲げて活動した。この高齢には常識と社会意識、他者への共感が欠如していた。すべては個人の責任だというウェサレンの倫理はワークショップに参加することの冒険的な面取り点を表し、同時に外部からの非難を防ごうとする対応でもあったが、そうした バランス感覚は失われていった。W.T. アンダーソンは、全宇宙を人間の意志で従わせることができるという共振のようなものになっていったと述べている。ヒューマンポテンシャル運動では、絵が導入したポジティブシンキング、人の意志と思考に無限の可能性があるとし、現実はその人の思考次第だとする考えを受容する、人もそれほど受容しない人もいたが、その影響は大きかった。 ウィリアム・シュルツは、絵の影響を強く受け、人が望まずに、環境の犠牲になることはなく、自然の法則が機能するのは望んだ時だけであり、人は人生を支配することができ、人は犠牲になりたいと思った時にだけ犠牲になるのだと、主張するようになった。公式には、薬物の使用は認められていなかったが、LSD 等の薬物が隠れて、かなり使われていた。 サイケデリックについての講座が開催され、参加者は個人的に薬物を持ち込んでエサレンの敷地で使用していた。スタッフは薬物を試して灰になった状態でエンカウンターグループに参加したらどうなるか研究することが仕事だと考えており、エサレンにはあらゆる種類の薬物があった。グループ経験では何も抑制せず自分を開き向かい合うことが極限まで推奨されていた。 性の抑制を捨て快楽を追求することも試みられ、自己実現や人間の可能性の追求というテーマとマッチすると考えられていた。自由と自己責任の思想を背景に、スタッフたちは薬物とセックスにもっぱら関心を向けた。スタッフにとっても参加者にとっても多くの人が集うエサレムは良いハンティングの場であり、率直さの推奨されるグループ経験では、 他人と親しくなりやすいため、多くのカップルができた。とはいえ、エサレンは、イメージされるほど、セックスのびっくりハウスだったわけではなく、時々グループ経験として、グループセックスをするというアイデアが出されることはあったが、実現はされず、ヌードセラピーや、セックスセラピーは行われず、生徒自由の協調には、比較的切度があった。エサレンでの体験に感動した人、 その活動を好意的に評価する人もいた。1966年夏には、ルック、カリフォルニア特集号で、ヒューマンポテンシャル運動とその周辺の文化、運動が取り上げられ、目覚めた人々という見出しのついた、マーフィーの素晴らしい笑顔の大きな写真と、エサレンを訪問したことのある指導者たちが取り上げられていた。1967年には、カリフォルニアには、 変革を予感させる空気が漂っており、タイム虫で好意的な特集が組まれた。カール・ロジャースに学んだ畑セミノルによると、1960年代後半の南カリフォルニアでは、エンカウンターグループを中心としたワークショップのセンターが数箇所あり、ほぼ毎日様々なプログラムを提供し、一般に広く認知され多くの人が参加していたという。畑瀬は、 そこには、偽りのない自分と他人、いいや人間、というものの発見があった。そして、何よりも信頼、と、愛、が満ちていた。創造性の開発も、不適応の克服も、人間関係の改善も、ここから始めることができるという実感がみなぎっていたと、当時の様子を語っている。1970年代初期には全国に知られるようになり、ヒューマンポテンシャル運動の頂点に、 万弱の地位を築いていた。1970年代半ばには、エサレンに対する一般のイメージは初期に比べて低下しており、エサレンやヒューマンポテンシャル運動に対し、批判的だったり、上昇的な意見が増え、右翼からも左翼からも攻撃されるようになっていた。奔放なセックスや薬物の使用への批判、人間の問題を心理化しており、 制度的な権力構造を見ずに、人間関係や、人間の内部に焦点を狭めることで、政治や社会への興味を失わせており、ヒューマンポテンシャル運動は、潜在的に保守であるという意見、ナルシシズムへの告発、単なる、カウンターカルチャーに過ぎず、無責任なエリートの暇つぶしであり、精神的飢餓に病んだブルジョアのための軽薄な避難所で、あるという見方があった。また、 エサレンでは、考えることをやめて、感覚に変えれというメッセージが発せられ、頭で考えることは批判され、過度に感情的だったり、身体的であっても非難されない傾向があった。エサレンは、反帰性的で中身がない、過度に楽観主義、人間の進歩についての見方がひどく悲壮的で、あるなどの批判もあった。エイブラハム・マズローは、感じることと同じように考えることも教えるべきだと。 主張し、ロロメイは人間の暗い面を見ようとしないことに懸念を示した。1980年代にはエサレンは先進的な場所とみなされなくなっており、マスコミがヒューマンポテンシャル運動の希望と危険性を取り上げることもなくなったエサレンを中心としたヒューマンポテンシャル運動の価値体系は今日社会に広く普及している興味関心の先駆けであり、 現代の西洋社会において、最も重要で影響力の大きな勢力である。ヒューマンポテンシャル運動では多様な心理学の理論や、アプローチ、運動が発展し、自助団体の多くもここから生まれている。エサレンで開発された技法の多くは、伝統的なセラピーやカウンセリングに取り入れられ、膨大な自助的な心身治療の方法が作られた。ニューエイジや代替スピリチュアリティの実践も多く、 形成され、東洋に根ざした、宗教、進歩的なキリスト教、また様々な非宗教的な運動への影響も大きい。1970年代初期には、エサレンを真似た、成長センターが、世界中に100以上できたエサレンの成果は、ワーナー・エアハードの絵など、自己啓発セミナーという営利行為にも使われた。日本で最も大きい自己啓発セミナーの、 系統ライフダイナミックスのもとであるライフスプリングのトレーニングはエサレンにいた心理学者ジョン・エン・ライトが設立者たちと共にを開発した。自己啓発セミナーから派生したコーチングもエサレンでの潜在能力開発実験に発しており、コーチングをビジネスの世界に導入したのもエサレンの関係者である。エサレンを中心としたヒューマンポテンシャル運動は周辺から 主流文化へと拡大し、人間性心理学会や様々な訓練組織などの、公の組織の中にも見られるようになった。また、その方法論は、教員養成大学や、大学の講座、管理職教育や、組織開発にも取り入れられ、社会に大きな変化を起こした。企業の哲学、実践、教育への影響も大きく、荒々しい競争に変わって、 ストレス管理が広く重視されるようになるなど、柔軟に社会に浸透している。ありがとうございます。